桐谷健太は保育園児の時、グーニーズを見て、この資格の箱に入りたいと役者を志すのだ。高校の入学式で、中学で喧嘩が強かったやつを訪ね、目立とうとしたのだ。自分の選挙風ポスターを作り、街中に貼ったのだ。自分のファンクラブを作り、学生から会費を集めていたのだ。上京する前日、30人以上の友人が大合唱してくれたのだ。映画空人での劇中のドラムは吹き替えなしで本人が演奏しているのだ。映画パッチギでは役作りのため体重を1ヶ月半で15キロ増量したのだ。撮影部すぐに減量し、1ヶ月半で元の体重に戻したのだ。増加を本物だと思い込み、7年間水を浴び続けていたのだ。